立東で取材してます甲斐です。よろしくお願いします。今日はですね、直接取材をしたわけではないんですが、狙ってみたいのが、土曜日最終レースのアースゼウスです。この馬2走前阪神に来た時も注目していたんですが、その時はね本当に芝並みのすごい速い勝ち時計で、勝った馬も今はオープンですし、まあ、相手が悪くてこの馬自身、まあ、スピードは見せたんですけどやっぱりあまりにも、展開も厳しかったですね。この馬ねどうしても前の馬を追いかけてしまうところがあるので前回も、あまりにもその動径が強力すぎて前を追いかけてしまって結果ハイラップを刻んで、まあ、失速と、まあ、そういう意味では、今回まあ動径がいないというのが何よりの推し材料ですね。すっと花さえ切れれば、まあ、力みもなく、ハミを抜いて走れると思いますんで、まあ、今週のこの軽い馬場を味方に、逃げ切りを期待したいと思います。相手はですね、まず1番手にノベンバーペガサス、それとあとミッキーホワイト、そして、もう1頭ですね、ラインオブナイト、その辺までに絞って買いたいと思います。以上です。